でしょう。どういうこと？え、痛い。わわわ。なんだこれ。そして中部地方のお天気ですが、午前中雲行きが怪しくなり、あ、上見てください。曇りのち、ホットタオルです。ちょっと濡れたタオルです。大丈夫ですか？大丈夫じゃないですよ。当たる。午後からはお天気が崩れます。雷を伴った飛車にご注意ください。飛車って何？飛車。本日のお天気をお伝えしました。どうだこの野郎。百発百中だよ。お天気バカにしてるでしょ。俺たちはな、お天気をバカにしているよ。